はい、皆さんこんにちは。はい、今回ですね、妄想の、特玉ガチャですね。はい、こちらをやっていこうと思います。はい、今マベツム、コラボっていうのをやってますよね。はい、それの特玉ガチャですね。これはなんかミッションをね、いろいろ、やっていけばまあもらえると、一回ただでまあガチャがね、シングルガチャと同じように引けるというわけですよね。ただでね、オーブ使用なしということで。はい、というわけでですね、一応ハルクとかね、ちゃんとやってるんですよ、自分ね。はい、こんな感じでね、はい、こんな感じ、ハルクね、一応87まで来てますね。はい、スターミッションとかちょっと全部やれば、まあ実質運極配布キャラっていう感じらしいので、そのスターミッションとかね、全部こなしていけば、まあハルク自体をね、売っちゃったりとか、間違えて合成しちゃったりとかっていうボンミスしない限りは運極になると、こいつがね。はい、で今87なんですが、あと何がロキか、ロキっていうね、同盟のモンスターがいますけど、めちゃくちゃ強い同盟のモンスターがいますけど、マベツムからも、ロキというマーベルからの、ロキですね。はい、がまあ、クエストが後日来るので、それを、クリアすることで、またスターミッションをね、達成することで、ハルクが運極になるという感じでございますね、多分ね。はい、というわけで、やっていきましょうか、特玉ガチャね。はい、まあ強いて言うなら、キャプテンアメリカかもしくはスパイダーマンが欲しいかな。でそもそもまあね、星5が出るっていう保証がないんですけどね。はい、じゃあ行きましょうか、特玉ガチャ、ガチャある。はい、星3以上のレアを1体っていうね。はい、星3とか出たら悲しいよねこれね。はい、特玉1個。はい、じゃあ行きます、ガチャル。さあ、この特玉ガチャは特に星5とかのその確定演出はないんですかね。はい、じゃあ行きましょうか、行きます。はい、何が来る。おっ、おー、あー、こいつはあれじゃないですか、星4の外れキャラじゃないですか多分。はい、そうですね、ブラックウィンドウ、ウィドウか。はい、あー、なるほどね。一応マーベルキャラは出たという感じまあね、マーベルキャラ自体が、どうなんだろう、とりあえずマーベルキャラが出たけど、ちょっと外れの方と、外れですね。はい。ブラックウィンドウ、ウィドウですね。ウィドウ。よく間違える。ウィンドウに見える。はい。というわけで、特玉ガチャをやってみた結果、こいつですね。ブラックウィドウですね。こいつが出たという感じでございました。はい。まあ一応ね、限定キャラということで、まあこいつはどうなの？リワインドブラスター。こいつはアバロンの、まあ、介護官みたいな感じなのかな。はい、ストライクショットが自身のスピードアップ。はい、ってわけですね。はい、一応ロックかけておきましょう、記念なんでね。はい、ブラックウィドウ、星5が出てくれたらなっていう感じですね。はい、というわけで今回はこんな感じで、はい、もう特玉ガチャ引きません。はい、もうね、本当にね、きついですね。やっぱ一回一発でその当たりを当てるっていうのはなかなかきついですね。自分は一回だけあったのかな。はい、奇跡の一連ってやつですね。こちらの、ノアですね。箱舟のノアですね。超重心祭限定ですね、こいつがね。しかもね、はい、こいつが、実装された当初の超重心祭ガチャで、なんとなくね、夜中に
ちょっとガチャッと一発だけガチャッと見るかっていう感じで引いたらですね、まあこいつが一発で当たったっていうね、はい、そういう奇跡の一連はありましたけど、なかなかそう何回もあるわけではないですね。はい、そんなに人生甘くないです。はい、というわけで、今回は、はい、ここで終わりにしようかな。はい、一応ね、これスノーマンになってますが、こんなパーティーになってますが、一応ね、さっきね、山竹が降臨してたんで、これでこのパーティーでね、一応、周回してたんですよね。はい、ですが、やっぱりね、やっぱ運悪キャラクターっていうのを入れると、やっぱり火力がね、ちょっと落ちて、ちょっときついものがある。スノーマンのね、ストラクションとも全然強くないということで、どうなんだろうっていう感じなんですが、とりあえずスノーマンは、多分いいとは思うんですけどね。まあ、それ、こいつか、もしくは、PCG3 ってやつですかね。運悪として連れていくならですね。まあ、本当にね、とりあえず、山竹と、まあ、周回してましたが、結局、まあ、結果は、3ドローですかね。3ドローかな ?3 ドロー。3ドローですね。はい。結果は3ドローでした。はい。本当にね、きついっす。山竹ね、ちょっと、簡易版のこのアバロンのクエストみたいな感じのクエストですよね。結構ね、間入ってガンガンやってみたいな感じですよね。はい。というわけで、今回は、はい、こちらのね、マベツムのコラボですね。マベツムのコラボの、特玉ガチャを引いてみたという動画でした。はい。いやー、スパイダーマンかキャプテンアメリカが欲しかったんだけど、ブラックウィドウが出たね。はい。まあ、マベツムキャラが出たというだけでも、喜ぶべきなんでしょうかね。はい。というわけで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。